こんにちは、ティーチングプロの工藤浩二ですアルバ連動企画レベル別80斬りアイアンのテーマに沿ってやりたいと思います 今回のテーマは正しいインパクトを理解することになります正しいインパクトとはアドレスに対して手が前に出たハンドファーストという形を作りますハンドファーストにして逆しなりさせていくのが正しいインパクトになりますそのためには腕の使い方が非常に重要になっていきます説明上ちょっとスプリット間を間分けて握りますバックスイングの時にしっかりと左手を伸ばしていく伸ばしていく 右腕は曲げていく。曲げていくことによってコックという動きが入ります。そのコックを入れることがまずハンドファーストを作るには必要になっていきます。左手が伸びて右手が曲がることによってアドレスよりも角度がつくことになります。この角度を作ることによってトップでコックが入り、そのコックを解かないままインパクトすることによって 手が前に出た形、ハンドファーストという形ができます。多くのアマチュアに見えられるのは、せっかく正しいコックが入っても、ダウンスイングが入ったときにコックがほどけてしまう。アドレスのアドレスの再現をしようとしているんですね。そうしますとダウンスイング入ったときにコックがほどけてしまいます。アドレスの再現をしようとしているからなんですね。いつもよりも右手が伸びてインパクトすることによって見方高いままですが、 いつもよりもコックが入っている、肘が曲がっていることによってダウンスイングでは右肩が下がっていくような感じがしますこの右肩が下がることが正しいインパクトには必要になります右肩を上げて打たないように右肩上げて打ちますとリリースが早くなりダフりが多くなっていきますコックをしたまま右肩を下げていくことによってハンドファースト、アドレスよりも手が前に出た形になってボールの先でリリースができるようになっていきます まずこれを正しく使うことが重要になります。正しいインパクトを作る、この正しい腕の使い方を覚えるには、やはりグリップを離して握った方がやりやすいです。まずグリップを離して握ることで、腕の長さを変えてスイングすることができます。練習でボール打つ時も、間を空けてそのままこのリストターン、腕の使い方ができるように練習することがお勧めです。この場合の注意一番の注意点は、 どうしても右手を伸ばさない。この形の右肩を下がっていくと、どうしても右足体重のまますくい。打ってしまうと、これもやはりダフりの原因になってしまいます。この形のまま左にしっかり体重を乗せていくことで、棒の左側が最下点に持っていくことができます。右足体重のまま振らないように注意しましょう。右足体重のまま振ってしまうとフェースが開いた形になり、右にスライスボールが出てしまいます。 しっかりとここから左に乗せていき、リスト腕をクラブをターンしていくことによって、球がドロー回転していくはずです。ドロー回転が出るように練習していきましょう。